行け行け、よしよし、いやー、キモいキモいキモいえ、キモい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 、なんでそんなビクビクしながらつ、何これ、は全開のアラスジ、おい無敵か、あークーリプトゥイオクテグウェロタ、うわちょっと待って、メガネねえとすげえ遅く感じる。こんな時のための呪鉄よ、持っといてよかった俺呪鉄。あのクリーパータイミング良すぎだろお前、どんなタイミングで降ってきてんだよマジで。あ、生きた、よかったあぶね、これで優雲なくなってたら俺泣いてたよ。どうもこんにちは、ビクトリアスということで、今回もね、準備体操していこうかなと思いますだから字がつくもんだったら何でもいいかなって思って、一番最初に思いついたのが準備体操でした。はい、まあ、ということで今回はですね、もう前回あのクリーパーにボコボコにされてすごい悲しいことになってたんですけど、まあ、なんとかね、あのアイテムがまあなくなってなかったんで、とりあえずスクーナの指をねこう食べようかなと思います。逆でした、ありがとうございます。で、高齢スキャンランク2とで、あ、今回なんですけども、新しく追加されてる特級呪霊がいるんですけど、バチクソにネタバレがあります。はい、そう、あとスクーナの指をもう一本手に入れなくちゃいけないから、普通にあれだね、この特級呪霊召喚で特級呪霊もう一体倒さなくちゃいけないんだけど、なんかね、アップデートで特級呪霊がね普通に強くなったらしいよ。まあ、今日はスクナの指4本目を手に入れたいんですけど、その前にまあまず3本目だよねってことで、一旦召喚してすぐ逃げます待って、めっちゃダメージ食らってね俺、なんかなんで俺こんなダメージ食らってんのということで、まあ、水場だったら特級呪霊だろうがあまり動けないと。さあかかってこい。あれ、こんなに釘効かなかったっけ。じゃあこれ高齢スクナ使って短期決戦の方がいいのか。じゃあ一旦行くわ、高齢スクナで、ユーンで爆発、オッケー。あ、さあ、あと前回さ、一級呪霊を攻撃したっけ。待って、ウィザー状態になってる、やばい。特級呪霊を倒した時に、なんだっけ、何その爆発、そんな爆発ありましたっけ。倒した時に、呪魂が出なかったと思うんですけど、このユーンの爆発で倒すと、アイテムがドロップしなくなっちゃうから、なるべくユーンの爆発では倒さないようにしていくと、あ、ユーンじゃねえわ。なぎなたのあれか、斬撃か。斬撃が強くね、なんか。なんかさ、変な爆発とつ、あーい、何そのワープ、なんエンダーマンみたいなことしてきてるこいつ。なんかそんな技覚えてましたっけ君。これがアップデート追加された強化か。なるほどね、なるほどなるほど。まあ、とりあえず、いや全然大丈夫。待って、高齢スキャンが終わる前にこれ倒さないと多分勝てない気がする、そんな気がする。なんか俺の俺の心がそんなこと言ってる気がするよ。言ってるってなんで、まして言ってるってなんだよ。オッケー、いやちょっと待って、これ水場じゃないと戦えね普通の大地で戦え。あー待って、やばい、高齢スクラが終わってる気、あー待って、あー待って、来ないで来ないで、釘を投げまくれ、釘を、待って、体力回復し、待って、あいつ回復量多くないか。おい、釘じゃ倒しきれない可能性あるぞ。いや、いけるいける、釘を信じろ。数霊情報、数霊情報信じて、数霊情報信じて、信じて信じて、テレイを信じて信じて信じて、テリーを信じて信じて信じて、待って、ちょ早くして、早くして、ちょ早く、ちょ頼む、ちょこれしぶと、こいつ残りの一発がしぶとい。オッケー、連打連打連打、いけいけいけ、よしよし、よー、キモい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 、なんでそんなビクビクしながらつ、何これ、はどういうことだってばよ。ちょっと待って、あ、なんかあいつピンピンしてんだけど、おい、どういうことだ、殺したんじゃなかったのか、なんで生きてるんだあの呪霊、しぶとすぎるだろ、呪霊、マジで。ちょっと待って、やーべえ。やーべえ。でも、高齢スキャンリセットされてるから、まあ、ちょっと一旦アイテムだけ回収しちゃって、2回戦いくか。なんであいつ死なねえんだよ、どういうことだよ、それ。オッケー。やってやって、こっから、こっからがほんま。こっから、よしよしよし、オッケー。オッケー。まだ生きてる、まだ生きてる。こいつまだ生きてる。なんだこいつ、こいつ、なんだこいつ、ちょっと待って、いや、助けて。あー、よし。よし、けど、まだ生きてる。なにこいつ、ちょっと待って、ねすっちょ、バグ発見しました。制作者さん、バグです、これ、完全にバグを発見しました。まだ生きてます、こいつ。おい、待って、呪霊が無限に生き続けるバグ見つけた。助けてください。これ死にません。こいつ死に、いや、また復活してるし、こいつ。一旦ピースフルにしていい？ピース、あ、よかった、消えた。よかった、消えた。なんだあいつ。ということで、なんかアイテム回収したらさ、何のバグかわかんないんだけどさ、スクナの指3本あるわ、めっちゃある。まあ、ということで、じゃあちょっと指3本目食べちゃうか。オッケー、これで高齢スクナランク3ができると。で、今回はとりあえずその新しい特級呪霊を倒すっていうのと、ですね、あ、そう、雑魚呪霊もなんか追加されてるっぽいんで、それもいたら倒したいんだけど、この辺にいるかな。まあ、そいつを倒しに行くっていうのとさ、あ、
そうだ、あと特急ジュレを倒す上で一個作んなくちゃいけないアイテム忘れてたわ。ちょっとねこのね友なりが必要になってくるんで、ちょっと友なりをね作っておきます。あ、待って、いる。あ、雑魚ジュレいたわ、ちっちゃこいつ。うわキモい。雑魚ジュレキメー。これ4級かこいつ。あ、こいつ4級だわ。こいつは本当にあの前回のさ、にっこりジュレと違って本当に雑魚いやつだわ。なんか見た目もまあ雑魚そうだしな。4級もこんな感じでまあ追加されてるっていう感じっすね。これ体力ゲージ今これ中型ジュレって出てると思うんですけど、前回からジュレっていうやつがまああのちゃっかりね映ってたりもしてたんですけど、ジュレいるかな。あー、いるいるいる、ジュレいるわ。どっかにいる、どっかにいる。え、これ地下の方じゃないといないかな。あ、これだわ。ちょっとね見た目めっちゃ似てるなこいつら。めっちゃニッコリがいる。ニッコリめっちゃいる。ちょっと待って、集中できねえこれ、敵がいすぎて。一旦、おー、消極的。あ、やっぱユーン強えな。漫画見たのだいぶ前だからちょっと覚えてないんですけど、なんかねこうモグラ叩きみたいな感じで、すごいなんか動きがね不規則なこう呪霊がいるんですけど、あ、そんな感じで。こいつもなんかちょっとワープするっぽいね、攻撃するとなんか抵抗はしてこないっぽいね。あ、かわいい、なんか普通に見さしてくれる、かわいい。まあ殴るかって感じ。呪霊いすぎだろ。今体力ゲージすげえあったけどね今。ちょ、なるべく明るい方行ってほしいから、一旦ここで、ま、殴ってきた。でこれ殴るとケチズっていうね、特急呪霊が出てくると、漫画で言うと呪体クソーズ、呪体クソーズっていうあの特急呪物からまあ生まれたね、あの、ちょっと待って、やばい、敵が多い。生まれた、あの、特級呪霊がいるんですけど、そいつがね、あの、追加されてるということで、そいつ倒していきたいんですけども、どこ行った、ケチズ。あれ、ケチズいなくね。あ、いた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 。うわ、早い。やばい、あの、マキさんのメガネの方が早いわ。ちょ、明るい方にさ、呼ぼうぜ、これ。動きめっちゃ早い。動きめっちゃ早い、こいつ。こういうところが戦いやすいな。ほら、暗い。待って、当たらん、全然攻撃が。高齢スクナで一旦ボコ殴りにしていくスタイルでいくか。で、高齢スクナ使って、で、これでケチズも殴っていく。オッケー。で、殴る、殴る。殴る。オッケー。殴っていく。なんか装備壊れたな。うわ、待って。あ、これっすよ、これ。あの、腐食アーダコーラっていうなんか能力をこいつ持ってるんですけど。うわ、もういっぱいすぎてわからん。いっぱいすぎてわからん。わからん。あの、こいつの毒を食らうと、こいつなんか口から血みたいなの吐くんですけど、あの、それを食らうと、なんかの体が蝕まれていって、なんか体が中からどんどん腐っていくんですよね。あ、腐っていくので合ってるかわかんないですけど、まあ、ちゃんとした説明はあの概要欄じゃねえわ。あの、テロップに載せとくんですけど、まあ、体が腐っていくと。で、本編だと、野原がね、これ食らって、もう毒でやべえってなってる時に、自分の腕をね、腕に釘ぶっ刺して、暗いなって。友なりでね、なんとかするっていうね。こんな感じで、お、来た。我慢比べしようか。これ、うわ、ドラウンドが、ちょ、普通のゾンビ来た。あの、本編だと、ケチズの毒を食らってるんですけど、野原が、こう、体の中にケチズの毒が回ってるから、それに対して、あの、自分の腕に釘刺して、あの、友なりをするっていうね。で、どっちが先にくたばるかで勝負をしていたっていうね。そんな説明をしてる間にさ、もう体力全開に近い状態にされてしまったんですけど、説明してる間に。やっぱ一気に攻めないとダメっぽいな、こいつら。もう特急事例のさ、あー、マジか、毒食らうのか、これで。まあでもこれ友なりできるから。まあ削れるところは削っておこう。待って、これさ、でも一発でも食らったら終わりなんだよな。てか、こいつ肝。後ろにも、こいつもあるか、え？この友なり自分も食らうんだ。いや、そうだよな。現実だったらこれ、この友なりあれだからね。腕に釘ぶっ刺してるからね。そりゃ体力削れるわ。なるべく毒食らわないように、アイテム回収して、ユーン絶対ないと勝てないから、ちょっとこれで回収しきったかな、一応。オッケーオッケーオッケー。いやー、これ好きな終わっちゃったな。そろそろこっからがきついんだよな。動くな、使うか。で、爆発。やっぱユーンぐらいの攻撃力ないと体力削りきれないな。うわ、マジか。どけけどけけ、よし、ユーンだけ、ユーンだけ、ユーンだけ、オッケーオッケー。うわ、待って、毒食らったな。高齢スクナ使って、オッケー。やっぱスクナの力で、ちょっと待って、ユーン使うしかねえこれ。こいつマジで強いんだけど、やば。でもさすがに今回で削りきれるんじゃないか。だいぶ死んだからな、もうこれ今回で。オッケー。で、動くな使いたい。動くな使えないか。待って、オッケー、これで削る。よーし、オッケー。あー、強かった。ケチズめちゃくちゃ強かったわ。まあ、ということでね、まあ、無事、まあ、一応ね、まあ、何回もやられたけど、無事、スクナの指ゲットできたんで、まあ、これでね、高齢スクナの、4本目の指がゲットできると逆でした。また、どんだけ間違いんだよ、俺。高齢スクナランク4ということで、これで進捗が達成されると。そうだ、それでいい。まあ、じゃあ最後にこの高齢スクナランク4試して終わりにすっか。ランク4だからめっちゃ強くなるんじゃね？使う、もうすっごいマジで。
これさ、もうワンパンで殺せるんじゃねこいつらとか。おいおいおい、ちょあんまよくわかんないけど、とりあえず強いということでね、まあアプレがね一旦これで終わってるんで、またね次のアプレがしばらく溜まるまでね、更新がね多分止まると思うんで、よろしくお願いしますということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画もよろしくお願いしますということで、じゃねバイ。あ、知らないんかい。